どうも、こなまるです。きーたろです。じゃあ今日はニジプロ2パート2第8話、デイデイの感想について話していきます。火曜日と水曜日にデイデイ今回放送されて、前回の動画ではね、まあ脱落者のこととかも話してたんだけど、今回は割と全体的な順位の感想について話していこうと思います。まあそもそも今回さ、まあ1位からまあ9位、まあファイナルに進出するメンバーが決まったわけだけど、まあ次何人さ、まあ脱落するのかとか、まあデビューが何人なのかみたいな、もういろいろ考えちゃうよね、ここまで来たら。そうだね。ていうかまあ皆さんもうほんと、やっぱファイナルの方だからさ、最後の方だから脱落もあって、もうざわざわがすごいよね。そうだね。もう我々のね、前回の動画にいただいたコメントとかもそうだけど、結構もう皆さん、ね、ショックっていうか、まあ我々もね、同じくショックで、うん、なんか本当ちょっとなかなか切り替えは難しいよね。ねえ。で、今回ね、発表された順位がこちらです。ビヨ。まあ1位から9位こんな形なんだけど、なんかさ、ちょっとパッとこうやってね、一覧作って思ったんだけど、その、まあ残念ながら脱落した3名ってさ、結構本当年長組なんだよね。いやー、そうなん。18歳だもんね。見事にだね。まあ、明確にね、年齢だから落とされたっていうわけではもちろんね、ないとは思うけど、なんかちょっとパッと見たときにそれを思って、なんかその、もともとさ、そのニジプロ2ってさ、すごい若いな、年齢層若いなと思ってたけど、なんか18歳でもみたいな世界になっとるんかなとか思ったらちょっと怖くて。いや、わかる。ねえ。なんかあれなんかね、やっぱりさ、18ってさ、そのプデとかだったら結構若い方だったりするじゃん。特にニチプか。ニチプだったら若い方だったりすると思うんだけど、うんうん、なんかやっぱりこの審査見てると、特に年齢もやっぱある程度加味して、その、なんていうの、例えば成長率のところ、結構どれだけ改善できるかっていうのがより厳しそうな気がするね。年齢高い方は。うんうん。ああ、そうだね。そう。例えばゆうくんは、今回、すごい明らかに良くなったっていうところがあって、うん。なんかやっぱ評価されてた感じじゃん。うん。だから15歳でここぐらい伸びたと、18歳で15歳と同じぐらいの伸びただと、やっぱりちょっとなんか、そう、なんかちょっと厳しそうな気がしてしまうね。これ勝手なやつだけど。勝手な予想？うん。そうだね。その、昨日順位発表された時はね、あんまりそこまで深く考えなかったけど、確かにその、今こうやって冷静に見た時に、確かにそのミラ君が9位で入ったのは、確かにそういう要素もある気がしてきた。うんうん。うん。やっぱりその、なんて言うんだろう。J パークさんがいきなり突然現れて中間審査した時に、結構ミラ君さ、なんか質問とかしに行ってたじゃん。その、うんうん、終わった後とかも、なんかどうやったら自信つけますかみたいな、うんうん。そういうなんか積極性。まあ他のメンバーももちろんしてたとは思うけど、なんかそういうところ一つ取っても、なんかやっぱ良くなりたいみたいな。貪欲さね。うんうん。そうそうそう、貪欲さみたいなのも、まあ、確かミラ君はより感じられたのかもしれないし。ああ、そうだね。それもあるだろうね。いろいろあるだろうね。うん。うん。いろいろあるじゃん。ねえ、まあ、一筋縄じゃないとは思うけど。で、まあ、見事ね、今回個人順位で1位だったのがハル君なんだけど、ハル君はね、その、韓国合宿で、ファースト、セカンド、サードとさ、ファースト個人レベル、セカンドチーム対決、サードチームバトルってやっていく上で、5位、1位、1位っていうね、もう2回連続1位っていう、もうなんか、ハルくんみたいな。ハルくんすごいよね。なんかどんどん良くなるからさ、ハルくんって。すごいよね、うん。ここまで伸びて、しかもその1位を確実にしてるような感じ。なんか、もう結構トップレベルの。だってさ、忘れもしない実況ニジプロでさ、一人だけこの中で、参加者の中でデビューさせるとしたら、ハルくんですって言ったのとかさ、うん、やっぱすごい、その、デビューに一番近い人だってことだからさ、やっぱり。そうだね。うん。なんかそれはしかも、ハルくんが成長したからそうなった気がするから、マジですごいなと思って。確かにそうだね。しかもやっぱ個人で5位で、まあチームで1位1位だから、やっぱチームとしての役割とか、チームとしてのパフォーマンスみたいなのが特になんかすごく良くなってるみたいな感じなんかね。いやー、そうだろうね。なんか、良かったもんね。うん、だって、ハルくんのチーム、みんな、まあ、多分、人がいいっていうのももちろんあると思うけど、そう、みんないいよ。そう、語弊無かな。そう。でも、やっぱ見せたものはすごい良かったもんね、チームとして。うん。そうだね。わあ、これはファイナルっていうか、そのデビューの時に何位でデビューするかっていうのもなんか気になるとこだね。そうだね。でも、ま、もちろん上位だろうなと思うよね。うん。そうだね。で、2位がともやくん。まあ、ともやくんもまたすごいのが、3回ステージやって、2位、2位、2位っていう、もうさ、まあ、本人的にはちょっと、あと一歩みたいなところで悔しいかもしれんけど、でもめちゃくちゃ安定的な強さだよね。いやーすごいよね。うん。だっていつもさ、個人のパフォーマンスは毎回褒められてるもんね。パフォーマーとしてめちゃくちゃいいって。
しかもこんなに伸びたのみたいなさ、そのともやくんの、ともやくんって最初からすごいのに。ね、うん。確かに。そう。そう、でも、J パックさんから見たら、ともやの、そのすごいとこからさらにすごいとこに伸びてるみたいなさ、ニュアンスのこと実況技術プロで言ってた気がするから、ね。うん、なんかほんとすごい方なんだろうなって思うよね。だからやっぱ、その、チームメンバーとか分けるときに、やっぱ結構期待役割が大きいようなところに配置されるようなことも多いし、うん。だから、ともやくん多分また次もリーダーじゃん、多分。ファイナルも。そうだよね。だからそこでさ、こうチームとしてまとめ上げるっていうのがなんか多分、彼だったら、なんかリベンジしたいというかさ、うん。なんか絶対いい評価もらうぞっていう気持ちでやってそうだよね、次はね。確かに。そうだね。いや、すごいっちゃ。もうだって、ジャイパックさんも言ってるけど、その、まあ、あまり褒めないようにしてきたっていうね、彼はそもそもすごい才能があるから、うんうん、ね、褒めちゃったら、その、まあ、おごりみたいなの出ちゃうっていうか、なんかそういう感じになるから、で、厳しくしてきたけれども、ちゃんとそれをさ、そこでなんて言うんだろうね、必死に食らいつくっていうか、ちゃんとそれに応えていくともやくんみたいな。うんうんうん。うん。もうすごいかっこいいなって思うよね。ね。あとは3位がゆうひくん。ゆうひくんは、4位、3位、3位っていうことで、もう韓国合宿来てからのゆうひくんのさ、この強さっていうか、すごいね、魅力爆発みたいな。ね。ほんと日本合宿の時さ、ほんと途中までマジで分量なくて。うん。いや、そうそう、なんでやろうみたいな感じだったけど、なんかやっぱここで爆発しとるからだったんだね。日本合宿はちょっと最初の方、なんかこう、良さで出せなかった感じだったよね。うんうん。うん、そうだね。確かに。ゆうひくんマジで登場せんくてさ、せんってかしとったけど、その、放送的には放映されんくて、うんうん、我々もさ、登場した時、やっと彼が登場ってサムネにしたぐらいさ、待ってましたかあったよね。そう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 。で、ここに来てさ、その、個人のパフォーマンスもそうだけど、なんか、ゆうひくんがリーダーになった時に、やっぱりさ、チームのパフォーマンスの評価が高かったりとかしたから、うん、なんか、そういうリーダー的なことも、なんか率先してできるみたいな。うん。のもなんかすごいなと思って。だって結構 JIP のさ、練習生の中ではやっぱ下の方だったじゃん。万年組じゃんね。うん、そうだね、うん。そうそうそう。なんかすごいよね。いや、すごい。で、4位が聖太くん。聖太くんは9位、6位、4位っていう形で、なんか、みるみる伸びてるんだよね。ねえ、すごいよね。うん。確かに今回あのパフォーマンスした時に、ハートビートのパフォーマンスした時に、もう JYP がはぁーみたいな顔しとったから、うん、そうそうそう。すごい刺さるもんがあったっていうのはさ、今回で分かったけど、セータさんはファイナルでどうなるかだね、もちろん。なんか、その、分量的にも、JY パークさんの褒めた感じ的にも、なんか、まだちょっとこうなんか、デビュー圏内なのかどうなのかちょっと分かりづらいな、みたいなところがあって、うん。でももちろん彼自身はすごい成長してるから、なんか入りそうな気もするし、どうなんだろうな、みたいな。確かにね、ちょっとそうだね。我々結構いろんなさ、例えばフールとか実況ニジプロとかいろいろ見てさ、そう J-PARK さんの言葉的にどんな感じかなってなんか感覚掴んできてるとこあるじゃん。うん。なんとなく。でも、セータくんだけはちょっとまだ読めない感はあるよね。いや、そうなん。どっちなんだろうな、みたいな。うん。うん、いやー、ちょっとファイナル期待だね。で、5位がユウくん。まあ、ゆうくんはあの記憶に新しい。でもちょっとなんかもう昔に感じちゃうけど、個人レベル審査でやっぱ1位。で、まあ、1位、4位、5位と来て、まあ、安定的な強さはある感じだね。そうだね。まあ、なんかこの辺はさ、もう、どういう順番で順位つけてるのかさ、詳しいところはもう J-PARK さんにしかわかんないけど、まあ、ゆうくん個人ですごくって、まあ、チームとしてちょっと下がった形になるけど、まあ、スター性みたいなのがやっぱすごいんかね。ああ、そうだね。でもなんか思ったんがさ、1位から4位が全員 JYP 練習生だからさ、なんていうの？あ、そうだね。やっぱ基礎積み上げてる人強いイメージあるよね。そう。確かになんか我々雑談でもその話したよね。うん。確かに個人練習生の中ではやっぱゆうくんが一番上だもんね、順位的にはね。そう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 。まあゆうくんもね、多分確実にデビューだとは思うけど、そう。なんかファイナルでもまた期待だよね。そうだね。で、6位がケンくん。ケンくんは、まあ3位、5位、6位っていう形で、まあ、ケン君もね、やっぱその、まあ、デビュー人数が何人か分かんないけど、まあ、デビュー圏内にはずっといるって感じだよね。うんうん。いや、ほんとそんな感じする。あの、だからやっぱ基礎的なとこだよね、多分ね。その彼のさ、うん、スター性とか、その伸びしろとか絶対すごいから、ちゃんとした練習をやったら絶対すごい良くなるだろうって思ってるから、なんかすごい硬い気がするよね、やっぱケン君はね、うんうん。うん。そうだね。で、7位がエイジ君。まあ、エイジ君、我らがエイジみたいなとこあるんだけど、エイジ君は7位、8位、7位で、若干悔しい感じが続いちゃってるね。そうだね。
だから、道難問題な。エイジ道難みたいな。エイジ大丈夫か。ここに来て。ここに3、2、ここ2週ぐらいで、あれ、エイジもしかしてみたいな。なんか大丈夫かなって気持ちになってきた感じ。うん。ねえ、そのなんか大丈夫だって思う気持ちと、大丈夫っていう気持ちと、その同じ大丈夫でも2パターンがすごいね、戦っとんが。わかるわかる。うん。まあ、なんか特別な何かは絶対あるって思ってるけど、うん。うん、あれやっぱボーカル面なんだろうね。まあ、でも伸びしろは感じてるし、褒めてたから大丈夫そうな気はするけど、なんか、まあ、まずはデビューしてほしいなって思うんだけど、なんかファイナルでもっと褒めてもらいたいね。エイジ君のことね、うんうん。そうだね。最後めちゃくちゃ褒めてもらえて、なんかそう、いい思い出で終わりたい、なんか。そうだね。てか、うん、エイジ君ってさ、わからん。今はどんな感じかわからんけど、結構前のさ、なんか、例えばなんか写真出たいいね数みたいなやつとか見てもやっぱ結構上位、うん、てかまあ1位ぐらいだった気がするんね、うん、そう記憶そうなくしとるけど今、うん、そうそうそうだもしさ脱落したらなんかおたけびみたいなの来て聞こえてきそうじゃないポストから大丈夫かなみたいなすごいそう、亡霊めちゃくちゃ生み出しそうだよねいやそうな年齢的にもまだ次はあるかもしれんけどなんかねっていういやいやデビューしてほしいんだけどね、うん、てかすると思うんだけど、うん、私はうん、うん、いやそうだねで8位がゆうきくんゆうきくんは6位7位8位って感じでまあちょっとずつ下がってはいるけどやっぱり持ちこたえたみたいなところはあるねそうだねでもゆうきくんのさふーんって泣く顔めっちゃ可愛いないマジであるわかる。しかもなんか帽子からちょっと出た前髪とさ、なんかその可愛いお顔の感じのバランスすごい好きなの。わかる。本当に成長してくださってありがとうな気持ちなんで。うん。本当に。いや、本当に。いや、めちゃくちゃいい感じに成長してるよ、ビジュアル。ねえ、わかるわかる、うん。私はさ、やっぱ実況ニジプロでゆうきくんに対して、この今回のパフォーマンス見たときに、こういう、かっこいいのだっけな強い曲だっけな、うん、ちょっと言い方忘れたけど、まあこういった曲ができるっていうのが、なんか彼は、あ、ありだな、みたいなこと言ってたよね。彼に可能性感じてたよね、ゆうきくんに。うん、そうだね。だから、そういう言葉もあって、やっぱデビューしてるからこその発言なのかなと思ってるから。あー、なるほどね。そうそう。可能性を感じ始めましたみたいなこと言ってたと思うんだよね。うん、いけるかもと思い始めましたかな？あ、そう、この子はやっぱりいけるかもと、実は思い始めていましたっていうね。その言い方マジでデビューしそうだよね。うん、そう、わからんけど。そうなん、ちょっと、もうショーン君の例があるからさ、ちょっとどうなんだろうっていうのはあるけど、もういい方に捉えたいよね、うんうん、マジでね。うんうん、そうだね。だからほんと幼いイメージを破って成長を見せ始めてるゆうきくんだから、そのファイナルのステージもすごい期待だね。ね。でも、ちなみにさ、キューブ上げるときに体の力を育てるべきですって言ってるから、うん、なんか、ああいうときにアドバイスするときはなんかやっぱりさ、それだけ期待してる感あるっていうかさ。確かにそうだね。最後絶対それ、ね、気をつけてね、みたいな感じだよね、きっとね。うんうんうん。うわぁ、体の力すぐ育てられっかなね、筋トレとかそういうこと、やっぱりちょっともっと力欲しいんかね。あとはなんかコメント欄とかでも我々のね動画のコメント欄でもいただいてたけどやっぱ成長期だからその体の使い方みたいなのが自分自身戸惑ってるっていうかやっぱね、うんうんうん、前と絶対違う感じやっぱ節々痛いだろうしさああ慣れない感じだから、うん、やっぱちょっと人よりちょっと大変なんだよねいろいろ習得するのに、うんうん、おそらくうんで9位ミラックンミラックンは12位10位9位っていう形でわほんとよかったなーって思ったねそうだね。まあ、一応今回で3回ステージやった中で、ミラックンは、ミラックンの中では一番高い順位なんだね、9位は。うん、そうだね。そっか。いや、ほんとよかったね。なんか、前回の感想でも言ったけど、やっぱりさ、ほら、ミー会えなくて寂しくないのみたいなさ、あそこのシーン、ほんとに、あれ見せた上で脱落だったらどうしようと思ってたから。ほんとに。そう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 。なんか、やっぱご家族の顔をさ、うちらが見てしまったから、それだけに、うん、いや、残れてよかったなって思ったし。うん、だってミラックンで特に日本合宿だったらやっぱさ順位確か4位ぐらいだった気がするんで結構上位だったはずだから、うん、最後のその進出の時になんかやっぱデビューメンバーだと思ってたじゃんうちらいや思ってた思ってたそうそうそうだ元々のことを考えればやっぱすごい可能性がある方だからジェアパークさんもそういうやっぱことを期待して残したんだろうなって思ったじゃんそうだねやっぱり結構苦戦が続いてた中で、ここで、やっぱりそのね、ファイナル進出ってなったのは、やっぱ何か絶対あるからだもんね。うん。で、以上でね、今回はニジプロ2パート2第8話のデイデイの感想をね、順位にフォーカスして話してたんだけど、まあ、いよいよ次回予告ね、もあって、
いよいよファイナルのステージ始まりますみたいなね、みんなが映るんだけど、もうなんかめちゃくちゃかっこいいよね。ねえ。なんかさ、一列ブワーンって並ぶじゃん。うん。で、ハルくんが真ん中でっていう。なんか、で、右側見たらセイタさんすげえモデルポーズしとって、さすが元モデルと思って。もうそう。確かに。そうだったね。腰が入っとって、おもろってなった。うん、そうそう、いいよね、モデル。うんうん。いいね、いいね。本当だ、すっごい入ってるね。ね。あとさ、噂だけどさ、こういうさ、一列に並んだ時、登場シーンとかで、ステージの前の、登場シーンとかで、こう、一人ずつ、まあ割と抜かれるじゃん。なんかその人が、なんかデビューしてるみたいな、その、今までのやつで言うと、そういう人がデビューしてるみたいな、うん、抜かれる人がデビューしてるっていう噂があって、まあそれはサードステージの時にそう言われとったんだけど、うん、なんかその理論だったらさ、みたいな。なんか、左3人以外全員ワンショットなんで、一人ずつ行っとるんで。ああ、なるほど。で、3人まとめてポンは、まあ、エージミラク、ケン君で、いやでもまずそもそもケン君は絶対デビューだから違うかなと思うんだけど、うん。なんか、その噂、みたいな。でみんな映ったから結果的に、みたいな。そっかそっか。よかったよかった。全員映って、それはよかったわ。そうそう、一応全員は映っとるんで。そっか。だから、そういう噂もなんかいよいよ気になりますよね。わかるわかる。だってもうさ、もうもどかしいからさ、早く知りたいから、そういろんなそういうね、指標とか、そういうなんかね、分量みたいなのやっぱ気になっちゃうよね。結構ニジプロって割と分量に比例してデビューしていくっていうかさ、うん、やっぱり。うん、だってデビューメンバーがさ、まあ、ほぼこちら側で JIP 側で決まってる状態でやってるから、ある程度構想のある中でやってるからさ、うん、まあ、当たり前なんだけど、なんかそう思ったら、あ、この人かなとかやっぱなるよね。そうだね。うわあ、そっか、そのワンショットのやつすごい気になってきたわ。そうなん、うちらのエイジーケンがさ、うん、ね、もちろんミラくんも、ミーもさ、うん、いやーみたいな。ワンショット映してよって思ったもんね。確かに確かに。本当に。6人映したんだったら9人も一緒じゃんね。そう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 、待つよ。うちら、エンディング予選全員分求むみたいなとこあるんだから待つよって思ったもん。確かに確かに確かに。あとさ、まあ、今回ファイナルステージだから、まずね、一つ目に、まあ、多分、オリジナルソング、2曲披露して、その、別々に多分披露して、で、その後、最後にまた次のステージで、ファイナルの中の次のステージで、多分、プレデビュー曲を2チーム披露するみたいなやつなんで。あ、そうなんだ。そう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 。メイキューハッピーとか、そんな感じだったよ。あー、そっかそっか、それファイナルの曲だったんだね。そう、ファイナルの最後の披露する曲。うん、で、もうだからそういうさ、これでプレデビュー曲でやるんだっていう感じになるはずだから、うん、多分。だ楽しみだよ。いい曲だといいな、みたいな。え、あのさ、フール版で見た時に最初に流れる曲は、あれは何の曲なんじゃ？あれは違う。あれはなんか違うやつ。あ、やっぱ違うんだ。俺あれだと思っとったん。違うんだ。うん、違う違う。だって、20の時も全然違うやつ。もっともっと食べるよみたいなやつなんだよ。あ、そうだ。そうそう。リパイみたいな。そう。リパイリパイって感じなんだよ。振り付けまでありがとう。だから、そう、また違う曲な。わあ、そっかそっか。なんかあのさ、オープニングの曲さ、うんって思っとったからよかったわ、違って。ちょっと、うんって思わんで、どっから披露するかもしれんから。そうか。なるほどね。だから結局どういう感じでデビューするのかっていうのがすごいわかる。曲がわかるから、どういう感じでデビューして活動していくのか、その雰囲気ちょっとつかめるから、すごい楽しみな。ああ、そうだね。コンセプト的なね、ゴリゴリでいくのか、爽やかでいくのかみたいなね。そうそう、メイキューハッピーだったらやっぱあの今の20の感じとやっぱね、同じじゃん。そうだね。もうずっとあのイメージあるもん、やっぱり。うんうんうん。だからさ、次のニジプロ2の放送が楽しみだよね。そうだね。